私の知らない世界。このコーナーでは皆様の身の回りで起こった怖いお話や体験談などご紹介するコーナーになっておりますです。それじゃあ最初の怖いお話は、ファンクさんこんばんは。僕の体験した話なんですが、以前某デパートで館内配送の仕事をしていたのですが、朝6時ごろ台車に荷物を積んで古くからある業務用のエレベーターで地下まで移動中、人の悲鳴が聞こえたのです。僕はエレベーターの点検作業員が作業していたエレベーターを使い方しまったのかと思って焦りました。地下に着いた時、向かい側にも新しいエレベーターがあるのですが、仲間がそちらのエレベーターで降りてきたので、悲鳴聞こえただろうと言ったのですが、ポカーンとしてました。荷物を届け、急いで警備室に報告。しかし、今日はエレベーター点検の日ではないとのこと。僕は確かに聞いたのです。最初、怯えるような声がして、その後、悲鳴が聞こえました。職場に定年後、アルバイト仕事を続けている S さんに話したら、昔、このデパート、大火事になったことがあるそうです。まさに僕が乗っていたエレベーターで人が亡くなったそうです。僕はそれ以来不思議な話を信じるようになりました。カルラ。めっちゃ怖いんだけど。いや、めっちゃ怖いよ、俺。似たような経験なんだけど、まあ、心霊現象とかそういうのじゃないけどね。ファンクさ、昔さ、デパートの裏方やってたことあるんだけど、乗るじゃん、業務用の。それで、閉まる直前で、あ、ちょっと待ってって。だから、開閉ボタンを押そうとしたんだけど、間に合わなかったのね。で、新人の男の子なんだけど、思いっきりエレベーター、ドーンってね、蹴られたのよ。怖っと思って。なんで蹴るのよ。でも急に音するとさ、エレベーターって怖いよね。特に一人早朝とか乗ってると。あ、それでね、ファンクね、霊感ないんだけど、今までの人生でたった一度だけね、霊視したことがあるのよ。霊視っていうか、なんか未来がね見えたっていうか、不思議なね体験をしたことあるのよ。そこにね、初めてね、面接に行って、でそこの責任者の人ずっと風邪で休んでたのね。だから副主任かなんかがファン君のね、まあ、面接とかいろいろ合格した時に、これこれこうでこういう風にやってってなんか説明とかいろいろしてくれてたのよ。で、働いてね3日後ぐらいにね、主任が復帰したのね。そのね前からね、ファン君ね、ちょっと聞いてみたのよ、みんなに。主任ってどんな人なんですかって聞いたら、なんか女性の人らしいんだって。ファンクのね20個ぐらい上の年上のね女性の方なんだけど、でみんながね、あだ名が猪木っていうのよ。猪木だから会う前からどんな人かっていうのがね、ファンク見えたのよ。で、紹介される前に、あ、そこの出てきた女性の人がね、なんかこの人が猪木だってすぐ分かったのよ、なぜか。ファンク、もしかしたらね、霊視ができるのかもしれない。それでカルラさんはその後なんか不思議なこととか起こったり、怖いこととかね続いたりしてないのかしら。ファンクね、霊感ないからちょっとよく分からないんだけども、もしそういうことあるんだったら、お寺とか神社とかで相談してみるのも手かもしれませんよ。それじゃね、最近 SNS 見ててね、
あ、これ怖って思ったことがあるんだけど、あんちゃんのさ、旦那とさ、浮気したさ、女の子いるじゃん。SNS でさ、なんか、書き込みっていうか、いいねしたんでしょ？あんちゃんの偽装不倫第1話ご覧いただき、ありがとうございました。自身もよろしくお願いしますというツイートに、いいねをね、この、からた、エリカっていう女性の子、若い子なんだけど、めっちゃ怖いね。え、なんでこんなことすんのよ。これって、この当時はさ、旦那とさ、この女の子しか知らなかったんでしょ？二人だけで、なんか、共有できる情報を、なんていうのかな、誇示したかったのかとか、あと優越感に浸りたかったのかな、と。私は本当はしてるわよって。怖いんだけど 女性の怖い部分プンプン出てんだけど、これ。でもね、ファンクね、この子よりも、リップスライムのさ、スーっていう人となんか不倫してた人いるじゃん。で、大塚愛にさ、付きまとってた。あの子がすごく怖いよ。欲しい色のリップがどこにも売ってない。オレンジと、レッドと、ブラウンと、ベージュを全部混ぜたような絶妙な色のリップを探しているんです。私、あ、これ怖いわ。いや、もう、その、スーッとした人だったってするでしょ。いや、なんでこんなこと書くのよって、ビビると思うよ。あと、言えないじゃん。だから、この子のところ行ってさ、やめてくれよって。やめてーって、なんか私悪いことしたかしらなんか言われたら、ブル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 ってきちゃうわんぐ。しかもこの子ってさ、多分どんな状況でもこれしちゃうと思うのよ。例えば、大塚愛って、事務所確か ABEX でしょ？ ABEX でかいじゃん。じゃあまあ、それだけじゃなくてさ、もし大塚愛がさ、バーニングかなんかの事務所に入ってたとしてもこれやりそう。いや、それ怖いよ。バーニング いや、もうほぼ89戦じゃん。ねえ、そんなところに、所属してるね、歌手とか女優さんでこんなことしたら大変なことになってでもこの子やると思う。それも怖いよね。しかもさ、夜中にさ、白いスカート履いてさ、インターホン鳴らしに来るんでしょ？大塚愛の住んでるところに。いや、もう、ストーカー界のさ、武闘派じゃない。ここまで行くとね。で、この子まだ芸能生活してるんでしょ？いや、それも怖いなあ。あ、そういえば、最近ね、ちょっとね、世界一高いバイクの記事を見てたのよ。すごいでしょ、これ。なんか、エコスっていうところの ES1？ これね、約4億3200万。なんか、電子制御とかもなんかね、されてるやつで、デザインとかも凝ってるらしいのよ。これがみんなダサいとかっていうのね いや、ちょっとね、おダサかな。なんか、やっと ねえ、まあ、金銭的に余裕で買える状態だったとしても、これは変わんな。ファンクね、世界中の代表する高級車の中でもし買うとしたら、実はね、日本のヤマハが出してる、このエビ欲しいのよ。6000万なんか絶対出せんけど。家2軒ぐらい建てれちゃうじゃん、ちっちゃいとこだったら。いや、でもね、このエビにね、初めて見た時に見せられちゃったんだよね。このフォルムとかたまらんっしょ。でもこれ段差絶対乗り越えられないよね。多分、1センチ高いだけでもアウトだと思うんだけど、絶対下するでしょ、これ。でね、高いバイクは分かったんだけど、安いバイクってなんかあるかなって、なんかちょっと調べてみたらね、日本国内ではね、スズキのちょい乗り、当時ね、59,800円。今、メルカリとかで、危ないけど、2、3万で売ってるよ あ、それも怖い話でしょ。
いやー、メルカリって。それでね、もうね、2003年2月11日に発売されたんだけど、この原付スクーターね、2007年8月以降ね、日本国内での生産は行われてないのよ。だから今買うんだったら中古しかないのね。メルカリでバイクって、いやー、ディスってませんよ、メルちゃんを。でも、いや、ファンクよー、買えんなー、メルカリでバイクなんて。買える人いる？そんなファイターいるかな？ YouTuber ぐらいでしょ？あ、これ、なんか動画で使おうかなって。実際リアルに、普通に乗るんだったらちょっと怖いなー。だって、今2、3万で売ってんのよ。まあ中古市場では。あ、怖いわ。ちゃんと整備してくれるかどうかわかんないじゃん。それでね、ここからがね、私の知らない世界が始まるのよ。たまたまちょっとこの安いバイクの、あ、ちょい乗りあったなとかってね、記事見てたんだけど、あ、そういえば世界一安い車ってなんだろうって調べてみたのね。インドの大手自動車メーカータタモーターズってところがあるのよ。2008年からね、発売しているタタナノっていう車があるのよ。これ世界一安い車で、金額がね、10万ルピーで、当時のレートで約28万円で販売されてんだって。28万の車って安っと思ったのよ。でね、これいろんなね、ジュネーブモーターズでなんかいろいろこの展示とかしてたんだけど、中さ、昔のなんか軽っぽくて可愛いでしょ。いやー、これちょっとね、ファンク、この中は別にいいのよ。ホイールが止まってる、これ昔のこの何ビスで止まってる、やつ久しぶり見るわ。このタタちゃんね、たまにね、火吹いて燃えるらしいのよ。いや、恐ろしいことにね、この火を吹く原因がまだ分かってないのよ。さらにリコールもね、発表しないのよ。回収もね、無償修理もしないの。恐ろしいでしょ。乗ってて、いや、こんな、いやー、ららららら、いや、普通の買い方じゃないでしょ、これ。誰か火炎瓶投げたでしょっていうぐらい、もう燃え盛っちゃうのよ。これは。これね、もう2009年から販売されて、で、最終的に、2018年まで売られてたという事実がね、まあすごいわね。衝突事件あるじゃん。だから車加速させてさ、壁に激突させる、あれのテストのね、おせんべいになっちゃうの。人守れないの、コンパクトになるだけで。それも恐ろしいですよ。で、一番恐ろしいのが、まあ、インドのお金でさ、10万ルピーのさ、値段がついてたんだけど、コスト的にね、常にね、販売価格の方が上回ってしまうから、赤字だったんだって、売れば売るほど。じゃあなんでこれ売ったのっていう、よくわからない車なんだけど、多分世界中の中古市場でまだ残ってんじゃないかな。だって2018年まで販売されてたからね。このね、私の知らない世界の大ファンの皆様の中で、このね、タタナノで世界一周して、そのね、動画とかを撮って、でね、旅立つ前に東京刺激クラブという変な動画があるから、自分に何かあったら、ね、撮ってた映像をね、送ってって、なんか遺言でも書いていただいて、でファン君のところに届いたらね、ファン君感激しちゃう。そこまでして東京刺激クラブのこの私の知らない世界愛してくれてるんだなって、そんなね、猛者が出るのをね、楽しみに待ってるわよ。え？お前が乗れって。
ね。嫌ですよ。そんな。どっかスポンサーつけてさ。で、その世界一周する前に、結局保険入りたいじゃん。どこも受けてくれないよ。どこが受けんのよ。うん、それじゃあ今日はここまで。じゃあこのね、私の知らない世界では皆様のね、身の回りで起こった怖い話や体験談などを募集しております。皆様のね、投稿とか、あのツイッターとかのブログとかの どっからでもいいので、皆様の投稿が全てになってますので、よろしくお願いいたします。今日はここまで。ジェニー。私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京刺激クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。